隊盛岡三叉踊り3日目パレードスタートです。各地点では和踊りが始まります。秋田銀行前では乙部三叉、北日本銀行前は三本柳、三田商店前は大沢三叉です。パレードの集団は特別集団が先頭を切ります。台湾からのチームでミートカラーズ台湾チームが先頭です。今年の盛岡三叉踊りパレード3日目の先頭集団は14回目のご出場をいただきました。カラフルな台湾を見に行こうミートカラーズ台湾チームの皆様です。今年の台湾の観光テーマはミートカラーズ台湾、色とりどりの台湾の魅力をテーマに、健康と環境の頭文字を取った略語ロマンス、心のときめく絶景ポイントへのロマン、台湾ならではのカルチャーが楽しめるショッピング、小籠包やマンゴー、かき氷などの美食とグルメなどなど、4つのカラフルなテーマで日本の皆様をお迎えしています。今回の台湾チームの構成メンバーは台湾観光局東京事務所の皆様を先頭に、盛岡市国際交流協会で海外派遣交流経験のある学生ボランティアの皆様、盛岡三叉踊り初お目見えの白化粧という魔女様や敵方神などの神様を守る8人の武将たちとリーダーの大将主、長生きや金運幸運など日常的な願いを叶えてくれる将棋様などの神様たちで、台湾のお祭りではそれに扮した人たちが行列の先頭に立ち、独特の歩き方や踊りでさまざまな災いを払う、とても縁起の良い神様たちの集団です。さらに迫力あふれる太鼓隊の皆さん、日本でも人気のある獅子舞、可愛らしい姿の神様三太子など、さまざまなパフォーマンスでカラフルに盛り上げてくれる台湾の舞踊団に来日していただきました。現在岩手花巻空港からは岩手県民長年の願いだった初の国際定期便タイガーエアー台湾が、今年の盛岡三叉踊り開始初日の8月1日から毎週水曜日と土曜日の週2便の定期便運行を開始し、首都台北までは往路約3時間半、復路約2時間半で結んでいます。この機会にぜひ花巻空港から国際定期便の台湾線を利用して台湾旅行をなさってはいかがですか。
紹介します。先頭は谷藤彩美です。その後方に向かって右側が永田沙耶さん、左手は一戸津也か。その後方は右側が石川有沙、左手が小川千奈。今年度のミス三叉踊り5人のお嬢さんです。